人は出会いと別れの中から生きる術を作り上げて、静かに涙が落ちてゆくとき気がつく一人の辛さを。幸せはいつも遠すぎる、回り道ばかり多くて、これでいいのさとつぶやけば、虚しさばかりが鳴り響く。いつかいつか人を思いやる気持ちさえも忘れて、手探りの明日に見つける愛があればいい。苦しい人生を生き抜く姿になぜか人は胸打たれてゆく。あてのない道ばかりじゃないさ、巡り合い温めて、そしてすべてを分かち合えたなら、初めて人は生きてゆける。愛する人の道にたどり着けるまで、いつかいつか愛する人の道にたどり着ける。